うまそう。また説明書読まないでやってる。得意の。いいところですね。やりましょう。あっちの海の方へ行きましょう。はい、エモいっすね。最高ですよ。最高？もう止まらない。え？最高が止まらない。アイス変えちゃおう。夜の宴の準備をしていきましょうか。お願いします。風がなくていいね。ねえ、気持ちいい。最高ですよ。海の音も程よく聞こえてね。ね、これ船の汽笛の汽笛ってか船のエンジン音も割とね、エモいよね。ポポーつって、ポポポポポポポ。ネズミ先輩。やっぱ海いいね。ね。こっから夜景と船の灯火を、うん、
懐かしい香りがするね。うん、灯油、久々になんか灯油でランタンつけたもんね。ね、積んどいてよかったね。うん、あ、なんか冬の到来って感じする。冬来たね。うわ、おでん食うか。おでん買ってねえわ。駿河湾を見ながら北海道ナイトしていきましょうか。行きましょう。飲んかやるぞ。今日のメニューは何ですか。今日北海道料理はとりあえずジンギスカンやりますか。くわ、覚えちゃったもんね。ねえ、最近もうジンギスカンある人から教わって、エチヒラさん、エチヒラさんから最強にうまいもんね。あのね、もうこの前俺らがやってたジンギスカンはちょっとまたあれはまたあれで美味しいけどね、え本当に新たな扉を開いてたねえびっくりしたよ。結構コメントでもいただいてたね。なんかこういうことだったの。そう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 、そういうことかっていうね。乾杯。飲めちゃった。いや楽しみだね。ねえ、めちゃくちゃ腹減ってきた。俺も朝飯しか食ってない今日。今朝飯しかも蜂蜜かけるピザ食ったんだ。攻めてるね結構。うまいけど、でかくない？ちょっとでかいね。でかくない？マグナムボトルでございます。ありがとうございます。やりますか。よいしょ。チビジョッキかわいいね。ね。鳴らすね。伊豆の鳴らし屋だから。うわ、またいい色だこと。ねえ。今日はもうとことん行こう。明日早く早起きしようと思ったけど。やめよ。するんだよ早起き。やりますか。うめえ。食うぞ。ね。乗るこれ。いけるかな。あ、ダメ？あ、来た？お。いけちゃう太陽ですね。すごいすごいすごい。いけない太陽かと思わせといて。いけちゃう太陽。乾杯しようじゃん。おいおい、滑ってる滑ってる。乾杯しよう。そうですね。こいつらです。松尾焙煎。松尾焙煎、これもうやばいよね。次行きます。村で。村。村村で行きますか。村村でお願いします。了解です。深型めっちゃ安心だわ。確かにコースアウトするもんね。そうそう、もやし飛んでかないもん。出してもらいます、ね、
ぱい。おお、ちょ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 。しかも今回はこのタレごと。これよこれ。これがジンギスカン鍋言われるゆえんなんだね。ねえ、本当に。全部いっちゃっていいっすか。当たり前ね。ランプアップしてくださいね、親方。うまそう。いやー、うまいよね、これ本当に。ねえ、家族の安心感何。しかもこのね、タレに浸ったこのもやしと玉ねぎがまたうまいんですよね。それごくごくやってバンバン飲みたいよね。超楽しいんだけど。やばい、やばい。てか直近いい、うん、居酒屋にいるみたい。この形なのがやっと理解できたもん。あ、上で焼いて、ね、そのタレを下に。ありがとうございます。行きましょう。もう逃げてますね。いいんですか。いただきましょう。いただきます。いただきます。いただきます。ほほほ。うーん、うん、うーん、うまい、うまいよ。うん、まどうぞ。いただきます。いや最高だね。最高だこれは。やったね、やったね、これ。おちょい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 、じゃあいつかグラス。かわいい持ち手がまたかわいいんだよね。なんかね、いいね、うん、やっぱキャンプでもガラスだよね。そうなんですよね。改めましてキャンプに乾杯。ああ、ね、ラムがねまた柔らかくてね。ね、ラムうまいだな。いやー、次のマトンも楽しみでございます。マトンもね、またね、あの風味がうめ、無限にいけるよね。うん、すごくないしね。この前、うちで一回食ったじゃん、うん、撮影した日、俺のあのお酒の。あの時もやってくるとなんかやっぱ外で食うとまた全然違うよね。外で食べるとなんで美味しいんだろう。なんなんだろうね。調味料入ってる、うん、キャンプですよ、キャンプですよ。振りかけた。おい、はい。うまい。うん、マトン行きましょう。マトン行きますか。寒いね。ねえ。いいでしょう。反転、反転。これも入っちゃった。あ、いいね。ナンガ、ナンガスープ。あ、それ可愛いんだよね。しかもそこ無駄にオーロラのオーロラテックさんでしょ。めちゃくちゃ歩きづらいけど。かわいい。乾杯。乾杯。光る。電気ついた。光る。マトンで。マトンって何なの？
あれじゃないかな、ラムが若いのに対してマトンは割と成熟したおっさん、おっさん、我々のようなっていう解釈だけど違ったっていうのじゃん。こっちの方がでも臭いんだよね、臭くて美味しいんだよね。いや、いきますよ。マトンの方が香りが出るんだよね。そうそう、くせんだよね、くせんだよな。マトンがね、これですよ。香っちゃってる、うん、あ、いいね。マトンの方が好きだわ。うん、うまっ。うん、円熟味がもう増してるよ。グラス大事だから、ね、晴れてきた。うん、ココナッツしてるね、してるね。いや、明日多分俺なんでここにいるんだろうってなっちゃうかも。マジ早起きですからね。あとマジうまいね。ね、うまい、うまい。なってた今。ジンギスカンうめえっつった。謝ました。お願いします。なんと。新潟さん、岩船、岩船、岩船舞、コシヒカリ、あの友達のリュウジ君にいただいたんで、やっちゃいましょうか。お願いします。リュウジ、ありがとうね。ねえ、なんか来年キャンプ場オープンするのって言って、日本海だから風が強いから冬はできないみたいだけど、うん、ねえ、やりましょうよ、やりましょうよ。好きっぱらに酔っ払っちゃいましたよ、お前さ。米食べよ。ねえ、晴れてきた。寒いね。飲むか。飲もう。内側から温めましょうか。やりますよ。あじゃあ、じゃあ、いいですか。Thank you, thank you, thank you。よいしょ、しょい。キャンプパイ。タコ、タコ、うわー、きたわー、コシヒカリ、あ、あっち。リュウちゃん、ありがとうございます。よいしょー、よいしょー。朝早起きして仕込んできました。うーわ、ストップで言って。
そんぐらいでお願いします。よいしょうわ、あ、俺も行っていいかな。行きましょう、行きましょう、行きましょう。よいしょこれはやばいわ。乾杯しよう、乾杯しよう。これでまず食ってからね。いただきます。いやうまやったね。え、バカうまくね。普通じゃあ、ここ最近食ってたイクラで一番うまいかもしれない。うん、朝早起きして作ったんですよ何時起き？8時まあ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 遅いな鳴らすね。いや、いいですか？いくらうまくない？一番今まで作ってきた中で一番うまいかもしれない。ありがとうございます。大吟醸だね。うん、あ、おいしい。ちょっとこれ置けないんだよね置けた挟んだ。腰セーフ。うんうんうん、以上。